はい、まこでございます。今回もよろしくお願いします。どっち断平シリーズラスト、スーパーファミコンの炎の闘球時どっち断平をやっていこうと思います。では始めていきましょう。炎の大熱戦闘球選手権始めから、お断平かっこいいね。左から坂本、嵐、断平、大河、陸王。第1章、玉川小投球部、入部。お前の名前は？キャプテン、その髪型は何だ？断平、一撃断平だ。明日から玉川小学校1年生だ。どうか、投球部に来い。待っているぞ。投球部、ドッジボールか。よし、やるぞ。投球って本当はラグビーのことらしいけど。お、よく来たな断平。俺は副キャプテンの日浦、寝癖がだいぶひどいことになってた。今日は我々投球部四天王がお前の相手だ。俺は変化球の鬼、カミソリボールの風見。お前のキャプテンの前で随分いいところを見せたらしいな。僕は作戦参謀コンピューター早見、投球部に入りたいそうだが即入部とはいかないぜ。パワーナンバーワン号泣の土方だ。それっぽいもんね。お前が投球部にふさわしい男かどうか俺たちがテストしてやろう。そのガタイでパワーなかったらどうしようもないけどね。タイマンドッチでお前の実力を試してやる。この勝負受けるか断平。望むところだ断平。このタイマンドッチではボールキャッチを覚えるんだ。タイミングよくショットボタンを押してボールを取れ。オッケー、特訓。よし、ジャンプボール取るぞ。審判やたら小さくねえか。でタイミングよくボタンを押すとこうやってキャッチできるんですけど、あんまりおすすめはしないですね。で自分が打つときなんですけど、この手投げのショットだと弱いんですよ、威力が。でおすすめは普通に手投げよりもダッシュ、ジャンプ、打つって言った方が威力が上がりますね。はい。でまあこれ今ねキャッチングできたんですけど、タイミングに失敗するとどうなるかっていうのをね、まあ、こうやってね当たってしまうということですね。おし、これで俺の勝ちだな。おら、はい、オッケー。なかなかやるな断平。ようこそ断平、我が玉川小投球部へ。やったら断平、やったぜ、鎮念だ。お、第2章、超投球部との戦い。玉川小学校一撃断平4年生、もう4年になったんだ、投球部のエース。早っ、出た高山嵐。我がブラックアーマーズは玉川小投球部との試合を正式に受けよう。この2人小学生に見えねえよな。へへんだ、望むところだ嵐よ。よーし、ブラックアーマーズ戦に備えて特訓だ。お、武田兄弟。ふっふ、笑わせるな。お前の実力でブラックアーマーズを倒せると思っているのか。なんだお前らは。超投球部キャプテン武田雄一。副キャプテン武田雄二だ。新しい投球部は四天王がいた頃のような強いチームにする。ブラックアーマーズとの試合も俺たちがやる。玉川小投球部は生まれ変わるんだ。おほっぺ、ペコちゃんか。キャプテン、なんで黙っているんだよ。なんとか言ってください。これは勝負するしかなさそうじゃの。校長か。それではこれよりお互いのチームの存続をかけて試合を行う。片方すげえな。勝った方を玉川小正式投球部として残すことにする。玉川小学校投球部 VS 玉川小学校超投球部。ほら、くっそ取れねえな。うわ、パス回してきやがった。お前やめろよ、そのハンターハンターのレーザーみたいな真似。キャッチするか。お、取ったけど、くっそ、またか。打ってきた。おい、キャプテン当たり判定でかいよ。まあ、断平さえ生き残ってればなんとかなるな。うら、よっしゃ、ゆういちざまみろ。ラスト
ユージ。お、取られた。やるな。もう一丁だな。ほら。よーし、オッケー、フィニッシュ。俺たちの負けた、そのお前らのこと認めるぜ。しっかり頼むぜ、エースさんよ。勝負の結果、玉川賞投球部は以前のまま存続を許す。超投球部の使いだとどうなっているんだ、玉川賞は。まあいい、投球部だろうが超投球部だろうがぶっ潰すことには変わりない。待った、これは何事だ。玉川賞投球部は新しく生まれ変わったんです。まあ断ペ雄一雄二だな、あと陳年使えるのは。それで改めて挨拶に来たんです。そうよ、以前の俺たちとは違うからな。1ヶ月後の試合楽しみにしてな。なんだか知らんが今度の試合面白くなりそうだぜ。第3章、打倒ブラックアーマーズ。テンポよく進んでくね。ブラックアーマーズ戦までの毎週日曜日は対外試合を行います。はい、今週の日曜日は東小学校と行います。よし、やるぞ。玉川小投球部 vs 東小学校投球部。はい、よし、取れた。先生、まずは1人目。お、取られた。次は新年で打つか。うら、よし、ナイス。ラスト、オッケー、おめでとう。今度はクラブチームのラッキーセブンよ。砂浜のコートだから動きにくいる、頑張ってね。おう、玉川小学校投球部 vs ラッキーセブン。あー、クソ、取られたか。うわっ、うわっ、やべ、断片まで当てられた。しょうがねえ、こいつらで頑張ってっか。おら、ナイスだ。パスすんだよ。うわっと、危ねえ。ナイス、ナイス。さよならだ。よっしゃー、メガネ、ナイス。みんな、やったね。今度は三照ブラザーズよ。雨が降りそうだから気をつけて。オッケー。玉川小学校投球部 vs 三照ブラザーズ。わ、見づらい。よし、ナイス。新年か。まずはデカブツ打ち取った。あっぶねえ。ラスト。はい。オッケー。なかなかいい調子で仕上がっているじゃないか。ミカサキャプテン。前のキャプテンだ。尾崎、ブラックアーマーズは予想以上に強いぞ。で、これがペコちゃんが今のキャプテンだ。はい。ですが僕たちはやれることはやりましたので、あとはベストを尽くすだけです。そうだな。だけど俺たちにもおせっかいを焼かせてくれ。喜んでお願いします。一週間後に迫ったブラックアーマーズ戦まで、俺たちにもみんなの練習を手伝わせてくれ。みんな、玉川賞投球部のガッツをブラックアーマーズに見せてやろうぜ。久しぶりにキャプテンたちと練習だ。ダンペ、お前の相手はこの俺だ。その声は出た。ダンペ、覚悟しろ。ブラックアーマーズに勝つためには半端な練習じゃないぞ。後ろを向いて X ボタンを押すんだ。必殺技だ。きっとお前ならスーパーショットを打てるに違いない。5ポイント先に取った方が勝ちだ。望むところだ。特訓ジャンプボール取るよ。はい。あー、くっそ。キャッチするか。ナイス。では後ろ向いて X バックドロップショット。おー、かっこいい。はい。おー、地面に頭ぶつけてるぞ。ほら、はい、よし。おい、簡単に取られてるじゃねえかよ。日浦、断平に恥かかせんなよ。はい、ラスト。はい、オッケー。みんないい調子だな。今日は仮想ブラックアーマーズとしてよく似た攻撃パターンを打つグレートセブンと練習試合を行う。 OK。 玉川小学校投球部 VS グレートセブン。取るよ。あー、くそ。うわ、パス回してきた。どのタイミングで来るか。断平だけは守らないと。必殺ショット持ってるしな。まだか。こいつらマジうぜえ。取れねえし。投げんだよ。お前ら、よし、ナイス、取った。ダンペ。で、ダンペ左上に4つ、白い四角があるじゃないですか。あれが必殺ショットの回数で4回使えるということですね。
よし、じゃあまず一人目、よし、二人目、オッケー、三人目、オッケー、四人目、うわ取られた、くそ、ラスト、楽勝だったな。まだまだ反省点もあるが、グレートセブンとの試合よくやった。ブラックアーマーズ戦の最終仕上げとしてもう試合行う。で、相手はどんなチームなんですか？俺たち玉川小投球部 OB チームだ。よし、やるぞ。玉川小投球部 VS 玉川小 OB。 ジャンプショット取りたいな。くっそー、わお、やろ、おら、ナイス。ではまず一人目、よし、二人目、はい、オッケー、三人目、はい、オッケー、四人目、はい、オッケー、パーフェクト勝ちいきますか。よーし、ナイス、尾崎、強くなったら今度のブラックアーマーズの試合頑張れよ。はい、来たな、逃げずによく来たな、断定。カッコつけていられるのも今のうちだぜ、行くぞ。玉川翔投球部 VS ブラックアーマーズ。高山のスイッチショットと嵐のトルネードショットは警戒しとかないとな。まずは1人目、よし、ナイス、2人目、ナイス、3人目、お、嵐撃破、いいね、4人目、うお、キャッチングされた、うわ、くそ、あとは高山1人だっつのに、来るか、うお、あぶね、おい、なんだそれ、ありえないくらいの曲がり方した、3連続やばいって、4連続これで高山打ち取った、よっしゃ、あとしっとり、うお、あぶね、来る、よし、終わりだ、よっしゃ、今回は不覚を取ったが、次はそうはいかんぞ、覚悟しておけ、ダンペ、みんな行くぞ。あいつら試合が終わったばかりなのにもう練習を。嵐の野郎、俺たちもこうしていられない、学校までランニングだ。おお、ちなみにこのブラックアーマーズ戦に今勝ったんですけど、第4章に行く前にブラックアーマーズ戦に負けた時の嵐たちのセリフの変化の違いをちょっと見ていきます。なかなかやるが、その程度で俺たちに勝てると思っているのか。俺たちともう一度やりたいのなら投球選手権に出てこい。二度とそんな生意気な顔をできないようにしてやる。みんな行くぞ。あ、このようにセリフが変わるわけですね。陳年とか断平のセリフは、特に、変わって、ないですね。第4章投球選手権。この間のブラックアーマーズ戦でも分かったと思うけど、全国にはもっと強いチームがいっぱいあります。僕たち玉川翔投球部が今度開催される投球選手権でいい成績を残すためには。何言ってるんだよキャプテン、いい成績じゃなくて目標は優勝だろ。あはははそうそうだね、段平君。よし、投球選手権優勝に向かって特訓だ。よし、段平君、特訓だ。スライディングシュートの練習をしよう。お、必殺技だ。走りながらタイミングよく X ボタンを押すんだ。5ポイント先に取った方が勝ちだよ。 OK、 特訓、よし、ほら、よし、取った。これだね。おお、かっこいい。もう一回やろう。走って、あ、もう取られてんじゃねえかよ。取るなよな、本当に。よし、ナイス。助走つけた方がいいか、目いっぱい。この辺から、うん、よし、ラストだな、いくぜ、ほら、よし、オッケー。尾崎くん、どうだね、調子は。今スーパーハレルヤーズとファイナルソルジャーズの2チームから練習試合を申し込まれたんだが。そうですね、そろそろ冬季選手権に向けて実戦を何試合か行わなければと考えていましたので、よろしくお願いします。玉川小学校投球部 VS スーパーハレルヤーズ、行くぞ。おっしゃ、まず一発目、よし、そして二発目、おっしゃ、三発目、はい、ラスト行きましょうか。ほら、うわ、止められた。
最後決めようよ、しっかりと。まあ務めていいや。あ、オッケー。ご苦労様、次はファイナルソルジャーズよ。あ、霧が出てきたわ。見えにくいけどしっかりね。玉川小学校投球部です。ファイナルソルジャーズ。うわ、見えにくい。ナイスボール取った。じゃあまず一発目いくか。はい、オッケー。2発目、お、ダブルヒット。はい、3発目、そして4発目、ラスト。よし、オッケー。やったね、みんな。ヘルファイヤーズとマジカルファイターズから試合を申し込まれたわ。ドーンと来いだ。玉川小学校投球部 VS ヘルファイヤーズ。はい、よし、まず先制だな。一発目いくか。うらっ、お、取られた。2発目、マジかよ、すごいね。3発目、あ、今度は倒せたね。ちなみにですね、断平がこの外野の真ん中にいるときはバックドロップショットが打てます。今あと断平1回打てるよね。ほら、打てた。ラスト、オッケー。このまま一気にマジカルファイターズも撃破だ。玉川小学校投球部 VS マジカルファイターズ。ほら、よし、まず1発目。はい、オッケー。2発目、オッケー。はい、3発目、おっしゃ、ダブルヒット。はい、4発目、お、取られた。ラスト、はい、オッケー。新年投球選手権で優勝するにはもっと威力のあるシュートでなきゃ。この後と嵐にも陸王にもタイガにも。よし、ダンペ、タイマンどっちだ。キャノンホークの練習だ。来た、必殺技。ジャンプして X ボタンを押すんだ。5ポイント先に取った方が勝ちだ。オッケー。特訓。よし。は、ナイス。では行きますか。ダッシュ、キャノンホーク。オッケー。ダッシュ、ジャンプ、キャノンホーク。よっしゃ、ナイスナイス。3発目。よし。練習はね、何発でも打てるからね。うわ、また取った。お前らさ、ダンペイに恥をかかせんじゃねっつの。よし、ラストだな。お、オッケー。みんな聞いてください。これから総仕上げとして紅白戦を行います。赤チームはダンペイくん、チンネンくん、三浦つとむくんのレギュラーを中心に、白チームは僕と武田兄弟と木下くんを中心に組みます。オッケー。玉川賞赤組 VS 玉川賞白組。ジャンプボール確実に。よし、ナイスナイス。キャノンホークいきますか。うわ、取られた。ユウイチ、マジかよ、最高の必殺技なのに。2発目、おいおい、ふざけんなよ。まだ自分のコートに戻ってる途中だろうが。しかも断片当てられちったし、やべ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 。ラスト、はい、オッケー。というわけで明日からの投球選手権ベストを尽くして頑張ってください。玉川賞投球部ファイト。おー、投球選手権いよいよか。玉川賞投球部 VS 第3小学校投球部。こいつら見たことあんな。1発目、ナイス。2発目、うわー、すげえ。なんだ今の。まだ断平の必殺技2回残ってるから、この位置だったらバックドロップが打てるはず。はい、オッケー。1回戦突破だ。このまま優勝だ。玉川小学校投球部 VS 大芸小学校投球部。行くぜ。よし、まず1発目。よし、2発目。よし、ナイスキャッチ。3発目、うわー、またかい。ラスト、はい、オッケー。キャー、2回戦も勝ったわ。玉川小学校投球部 VS 名古屋サンクラブ3回戦。あ、うわー、マジか。まずは1発目、よし。2発目、うわ。3発目、はい、オッケー。ラスト、これでいくか。よっしゃー。次の試合に勝てばベスト16だね。キャプテン、ベスト16で何言ってんだよ。目標は優勝だろ。玉川小学校投球部 VS スーパードラゴンズ。うお、霧か。よし、取った。まずは1発目。
よし、2発目。うお、取られた。3発目。はい、オッケー。ラスト。はよし。お、坂本。ふっふっふ、よう来たの。今度は負けんぜよ。今度もコテンパにしてやるから覚悟していろ。玉川小学校投球部です。土佐アタッカー。坂本必殺ショットがなかった。じゃあ、ぶちかましていきますか。一発目。よし、ナイス。二発目。ナイス。ギャウ。危ねえな。ラスト。よし。うわぁ、陸王。ダンペ、今度こそ本当の決着をつけてやる。玉川小学校投球部です。荒崎小学校投球部。陸王は必殺ショットあったね。とりあえずダンペを守らないと。一発目。よし。二発目。よし、ダブルヒット。三発目。うっ、来た。うわ、危ねえ。よく取ったら、うわ、二発目。うわ、来た。ナイス。尾崎が取った。奇跡が起きた。うわ、四発目。あ、ラストだな。どうやって蹴りつけよう。スライディングでいくか。よっしゃー。お、この二人は出たな。ダンペイ君、決勝に進むのは我がセントアローズだ。首を洗って待っていろ、ダンペイを。五十嵐の肩もごつすぎてやべえな。バタフライガチ勢か。玉川小学校投球部対セントアローズ学院。タイガのスカイショットと五十嵐のアックスショットは要注意だ。来た、スカイショットか。またか。しつけー。やべえな。うわ、アックスショットだ。あぶねえ。もういっちょ。またかいな。ナイス、ダンペ。じゃあ俺も仕返した。はい。まだこの試合一発も打ってなかったからな。ラストタイガ。オッケーイ。ふっふっふ、決勝の相手はお前らか、ダンペ。今度こそどっちの実力が上かはっきりさせてやる。まあ、前回俺たちが勝ってるんですけどね。優勝するのは俺たち玉川賞投球部だ。玉川賞投球部 VS ブラックアーマーズ決勝。よし、あ、くそ。まずは一発目。取られてんじゃねえかよ。トルネードショットだ。うお、ぶねえ。うわー、また来た。うお、よし。はっ、そして3連続来た。スイッチショット。うおー、まだ3回打てるからな。1人1回だ。よし、チビキン撃破。2人目。よし、ラスト行きましょう。高山、ほら、イエーイ、優勝。俺たちの負けだな。だけど覚えておけ、俺たちの戦いまだ始まったばかりだということを。やられたぜ、ダンペ。おめでとう、ダンペ君。だが次は絶対に負けないからな。投球選手権玉川賞投球部優勝。かっこいいね。玉川スポーツ30円。新聞めっちゃ安いな。玉川小学校投球部優勝。お、破かれた。うわー、タイガが謎のチームにやられた。タイガ、大丈夫か。大丈夫だ。嵐や陸王もラストドラグーンにやられた。ラストドラグーンだ。誰だそいつらは。くそ、俺がやっつけてやる。最終章、ラストドラグーン。ダンペイ君、今のままと僕たちでは勝てない。今の僕にできるのはこのくらいだ。我がセントアローズをラストドラグーンに見立て練習してくれ。玉川賞投球部です。セントアローズ学院。まあもう勝ってるので、ラス1になるまでカットしていきます。ラスト。はい、終わり。ここは一丁俺らが相手なっちゃるぜよ。行くぜよ。坂本か。戦いますか。お、戦う戦わないっていう選択があるのか。一応戦うか、わかんないけど、ステータスが上がるかもしれないしね。玉川賞投球部です。トスアタッカーズ。これもラス1になるまでカットします。ラスト。はい。オッケー。
お前らの手は借り、俺は自分の手で蹴りをつける。お前たちじゃ負けるのが目に見えてるぜ。なんだと陸王、そこまで言うなら俺たちともう一度勝負だ。今度は陸王か、戦いましょう。玉川小東京別荒崎小学校東京部、これもラス1になるまでカットします。ラスト、オッケー。ラストドラグーンの次のターゲットはお前たちだ。今のままだとお前たちは勝てん。ここは不本意ながら俺たちが練習の相手になってやる。今度は嵐たちか、戦おう。玉川小東京部 vs ブラックアーマーズ、これもラス1になるまでカットします。ラスト、はい、オッケー。お前らがラストドラグーンか、やべえのが出てきたな。よくもみんな俺たちが相手だ。やっと会えたな、断定。実力の違いを見せてやる。どこで売ってるんだよそれ。玉川小学校東京部 vs ラストドラグーン、あのでかいのが必殺ショット持ちらしい。なんかジャンプ力も上がってるような気がする。まず一発目いくか。うわ、取られた。マジかよ。はっ、お、当たった。来た。何それ。うわ、何、もう千手観音ショットみたいなの打ってきやがる。うわ、ほら2発目 OK。 続いて3発目、よし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 、あとラスト1だな。4発目、うわ、取られた。来た、千手観音じゃなくてミラクルショット。あー、またか。これをかわして、危ねえ。断平でとどめだ。オッケー、やったね。くっ、俺たちの負けだ。噂通りすごいガッツの持ち主だな。だが断平、覚えておけ、俺たちはこのままでは引き下がらん。もう一度力をつけてお前を倒しに来るからな。なかなかのイケメンじゃないですか。来るならいつでも来い。オイラは逃げも隠れもしないぜ。その時はまた玉川小投球部のガッツを見せてやる。見ててくれ父ちゃん、オイラはいつか父ちゃんを超えるすごい男になってやるぜ。おーし、でんくりだね。エンドロールだよね。あ、やっぱりそうだ。では軽く感想を言いますと、まあドッジボールって小学校の頃だと一番人気のスポーツなのに、中学生になるとね、一切誰もやらなくなりますよね。あんなに休み時間10分くらいしかないのに急いで校庭に向かったっていう人も多いんじゃないんでしょうか。で、1年生がね、上級生とドッジボールなんかただただ恐怖でしかないと。体格差がまずありすぎですからね。だってこのタイガ、イガラシ、アラシ、高山、坂本、陸王とか、ちょっと前まで幼稚園保育園児ですからね。よし、ではこれにてスーパーファミコンの炎の投球時ドッジ断平およびドッジ断平シリーズを終わりにしたいと思います。はい、じゃあ今日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。心より感謝いたします。ちょっとでも見やすかったよ、役に立ったよという方は高評価コメントの方もしていただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録も少しでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。